同等の標茶町などで60頭以上の牛を襲いその地名などから OSO18 と呼ばれた熊が先月末に駆除されていたとみられることが分かりました関係者によりますと先月30日、同等の釧路町で委託を受けたハンターが熊1頭を駆除しました。そそののの後、体毛の鑑定でそのクマが オソ18の可能性が高いことがわかり、道が現在最終確認を進めています。同等のしべ茶町や厚岸町では、2019年以降、この5年間に放牧中の乳牛など66頭がオソ18に襲われ、地元の関係機関が捕獲のため箱花を設置しました。しかし、警戒心が強く、目撃情報も少なく捕獲が難航していました。 OSO18 と見られる熊の駆除を受けて道と地元の関係機関は今後の対応を協議しています。